間もなくこの町はゴーマに飲み込まれる。そうなる前に早速手を打つ。すぐにでも浄化を始める。町すべてを浄化。まだ襲われたわけではない。今さら何を。まあいい、じきに思い出すさ。ゴーマが現れてしまった。忌々しい。それとも奴らがあの町に着く前に気候が殲滅してくれるとでも。言われるまでもない。よって因果要塞のマントラの3割程度がブラフマーストラにより使用されました。以上が私からの報告です。そうか。ただなんだ。私は何をためらう。言うがよい。私はあなたが報じる大義を信じてきた。だがアスラのマントラがブラフマーストラに匹敵するものだとしたら、フン。アスラの行方も知れませぬ。いつ再び我らの前に現れるか。デウス様。デウス様、ご報告いたします。ブラフマーストラでアスラを。よい、すでに聞き及んでおる。下がれ。ですが、このヤシャメは。下がれ。と デウス様、我に三度同じ言葉を語らせるか。おるがよ。あ、え、申し訳ございません。
夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義を成すための力となるのだ。はい。ああ、我らがなさねばならぬこと分かっておるんだ。なかなかに面白かったよ、デウス、ヤッシャ。世界を救うという大義に真摯であること、それは究極の美を求める心と通じるものがあるようだ。セルゲイよ、次の討伐にはヤシャを同行させるがいい。その意味わかるな。ギオイ、我らの美しき使命の何たるかを今一度確認していただきましょう。受けたまわりました。報告いたします。ゴーマが大量発生し、新都付近の都市に侵攻中です。ゴーマによる汚染は避けられませぬ。早急な浄化の許可をいただきたく。浄化か、ちょうどいい。美しく待ってもらうよ、ヤシア。通さぬ。
すぎる。このままでは。残念、時間切れだよ。もうゴーマは町に到達する。人々の魂を神のお力として安らかに奉られんことを。人々がゴーマに汚される前に、我々がその魂を浄化し、我々の力とする。それだけだ。貴公もこれまでずっとしてきたこと。今の貴公の戦いに意味などなかった。美しくないね。どのみちマントラは回収せねばならない。ブラフマーストラへの補填か。ゴーマどもの動きもこれまでになく活性化してきている。すなわちブリトラの復活が迫っていると言っていい。我らのやらねばならぬことはわかるだろう。神こそその手を汚すべしか。やはり貴公はその憂いた顔が一番美しい。何？お前！
セルゲイを引き裂いたのは怒りに我を失ったアスル。その怒りの凄まじさは自らの身を焼き焦がす。理性を失い怒りのままに暴れるアスラの拳がヤシャを襲う。